森川愛と鈴木源太郎です。はい、イエーイ。さあ本日は待ちに待ったですよね。待ちに待ったですよ。さあ推しの子大丈夫同時視聴の時間です。イエーイ、推しの子ロスみたいな人たちなんですかね、うん、見てくださってるのね。あのもう終わってるんでしょ。だって終わってます。第1シーズン漫画自体は続いてるのと、うんうん、まあ、2期があるので、うん、そうかそうかそうか、うん、だよね。あのすいませんね、皆様よりも出遅れた状態で我々ね、あの今ね10話をこれから見ようとしておりますよ、うん、そうです ね、いやここまで見てくれる根強い方がいらっしゃるからこそ本当ですっていうことです。本当ありがとうございます。じゃあそんなわけでですねクッカル席まで知らないんだな、ね、こいつらっていう目線でもいいですよ、見ててください一緒に楽しんでいきましょうじゃあ準備はいいかな、みんなね。はい、じゃあいきますよ、はい、せーの3、2、1、ポチ。天才的なアイドル様。これでこう合ってるかどうか分かるよね、こう同時にそうから毎回歌ってくれてるんだろうなって思ってました。ここで合わせてねってことですずれるようだったらやり直してねってことですそっかそっか。ねね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 。さあメモ帳がね、うん、加入しましたんでね、うん、ビーコマチにね、うん、そうですよ。でこう最後あれでしたね、有馬かなちゃんが、うん、こうなんかすごいエモいミュージックビデオをリリースしてるのを見て、そうやっぱセンターは彼女しかいないみたいな状態になるのか、歌上手なんじゃんみたいな感じになってたね。そうですね。そうですね。あとアイドルフェスが控えてて、あ、そう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 、そのセンターどうするかですね、うん、っていうことですね。ライブが近いっていうお二人の状態と同じですね。そうですね、うん、我々のライブもね9月25日にありますので、はい、声を大にして言いたい、うん、これ同時視聴界隈の皆さんともお会いしたいんですよ。ぜひ来てください。あのチケット概要欄からぜひさまざまなリクエストを直接お答えいただけたらと、ね、とあるアニメの曲も歌いますね、うん、あ、そうだね、うん、さあさあ始まったというわけで、なんで嫌だった。バレてる見ちゃったね。ビーマン体操。もうやけどしちゃった。切ない。っていうか何が売れるか分かんないからとりあえず何でもやってみようなんだよね。うん、若いなって感じがする。なあ、これでも一回売れないである程度の年齢までいくと、うん、あのやります何でもやりますみたいな何でもやりますってなるから普通。あ、センターになってる。やってるじゃんほらなんで才能が
った今。そう、顔の良さにかまけて歌をこう後回しにしてしまうっていうのはね、いると思います。あるんですね。あると思います。言い方。素直になれないね。違ったあ、そう、同じ YouTuber だから。そうだね、ガチテレしてんだ。基礎体力。セットリスト通しで3回って結構きついよ。結構きついね。すげえ。知ってる。ちょろい。ちょろい。ファンですって言ってくれる人って超貴重だし超嬉しい。言ってくんないもんね。あのなんかあファンですとかってファンだったとしてもで言ってくれないことの方が多いと思う。逆に恥ずかしいんですよね。ピエロン。すごい年始よく行ってるしね。まさか。そうなの。だって顔は隠れてるしね、声もなんか変えてあるしね。知らなかった。面白いそれ。それ面白い。アクアだったら
マークあんなに体力あるんですかね。ピエオの前では素直に。この間アクアも水くれたのにね。確かに。そうだね。行けば。あれ？ピーヨンが。ピーヨンのこれかぶってるだけなんじゃ。こっちがピーヨン。ああ。ああ。あなた。そうだね。アクアも考えてみたらまだ若いんだよね。高校生だもんね。まあでも転生してるんで。あ、そっか。実年齢43くらいじゃないですか、多分。このなんか拗ね方はちょっと高校生っぽいよね、でも。うん、何ピーよって。大悟か。ああ。ユーチューバーのね。ああ。はいはい。昔ね。そう、好きな人がいる生活ってね、心が豊かになるよね。初恋。ああ。そうか、お互い知らないんだっけ。そう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 。
アクアは知ってるんですよ。アクアは気づいてる。気づいてる。なんかそういうくくりあったよね。うん、あ、そっか。でルビーは気づいてないですね。うかつうかつ、あ、そうか、住んでるからそうだよな。そうだね。そりゃそうだ。あー、バレちゃった。さあ、でも私のことなんか見てくれる人誰もいないって言ってたけどっていうね。けどやっぱり好き。お台場かな。あー、ぽいぽい。聞こえてる、聞こえてる。寝れてない。寝れてない。考えすぎ、考えすぎよ。 30% 考えすぎよ。そうだね。そうなんだ。出る人たちが多いとね。うわ、あ、 AKB のやつで見る感じだね。なんか、あ、人数の多いアイドルの楽屋。コミケのコスプレ着替え場もこんな感じらしいですね。ああ、そうだね、そうですね、そうですよ。表側と裏側ってだからすっごいギャップあるし、こういうのね、最近 YouTube とかでね、こういうこうなんかオフショットみたいなのでたまに見ることあるけどね、うん、テレビ局とかもね、すっごいあれですよ、あの中、あの普通のなんていうか、うん、あの会社な感じとか。へーそうなんだ。全然スタジオとは全然別空間になってますよね。そうなんですね。しかも建物が古いとこなんかはものすごいなんか、あ、すごい古いみたいな、昔のドラマで出てくるみたいな。そう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 。昭和な感じとかもあるしね。こういうとこはプロだよね。さすが、さすが有馬かな。
いな。そこで大丈夫って言っちゃった。ひどい。言われたこと。直前になると緊張の波みたいなのがうわーってくるときあるよね。うわーやだ。責任感。責任感。事務所を背負って立つタレントってこういう感じ。へー。気持ちとしてはそういうことよね。まあ社長と似た感覚というかね。うん。そっから再起することの方が大事。子役の有馬かなっていうのをこう抜け出した時にこうね、本物が出てくるという。頑張れ新しい有馬かな。気合い。そっかそっか。あー頑張れー。プレッシャーなんだねやっぱりね。そうだよね。かっこいい。いやーいいですね。ねー、ちょっと感動的ね。かっこいい。この同情すべき理由があるんですよね。こうどこかにこのひねった考えとかさ、こう言動とかにはその裏にもともとその持ってきた培ってきたこう悲しさだったりいろんなこう辛さがあったりして、それのまあ裏返しなのだって、でもあれだね、なんかこうやっぱ強がっちゃうとダメな気がするね。そうっすね。なるほどね。そう。だから子供の頃はものすごく素直だったんだろうなっていう感じもするしね。その売れている時みたいな、ストイックに。そう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 、ストイックに素直だった。言われたこと全部聞くから、こう何でもできるようになっていくっていう。失敗するごとにね、だんだんこうねやさぐれてっちゃうんだよね、人ってね。いやそうっすよね、わかるわかるよ。でもね大丈夫、ぐるっと一回転してねまた元に戻ることはできるよ、人って回転すると強いですよね。へこみが強みになるっていうね。新人だよ、新人だよ。そうだね。ね、森川と鈴木源太郎、まだまだ新人です。みんなに育ててもらいたい。
いや、じゃあまあそういうことですね。あれ、よ、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、第10話いかがでしたか。良い、良いね、良いですね。リアルだったね。リアルだったね。すごい克服感があるもんね、なんか。そう、このね、出してもなんかこうさ、売れない感じとかさ、わかるみたいな。散々散々ね、いろんな ね、大人の人たちがね、ね、ああだこうだ言ってくれて、こうこうした方がいい、ああした方がいいっつって、はいはいって聞いて、いろいろやってもらったのに、売れない時のこのね、うん、悲しみ。グッズの無料でポツンとかね。ポツンね。グッズの無料でポツンはあるよね。あるある。めちゃくちゃ刺さってる。めちゃくちゃ刺さってる。わかるよみたいなね。じゃあ、うん、次の11話も ね、楽しみですね。そうですね、はい、11話もあのこれから楽しみですよっていう話をしようと思ったので。はい、じゃあ、いつも見てくださってありがとうございます。チャンネル登録と高評価いただきまして、また次の動画もお楽しみに。じゃあね。チャンネル登録よろしくお願いします。